こんにちは、牛尾です。牛尾 TV 出す東十条店編ということで、もう4月ですね。4月、本日が6日なんですけども、卒業、そして入学のシーズンというところでは、ある意味節目ですよね。だから新年度という感じなんですけども、4月6日、もう全国的にですね、いよいよ日本ごとの神々の凱旋がですね、東京なんかもう今日なんですけど、まさに導入スタートというところでは、おそらく今日なんかはね、もう皆さんもう色めきだってね、凱旋の真相なんかを狙いに行っている方も多いんじゃなかろうかと思いますけども、何をおっしゃると、ね、こういう時こそ地に足をついてですね、アストロの本質をやっぱ追求していこうじゃないかという中での出す東十条店での例によってのジャグラースタートという感じでございます。でね、今日そんな感じなわけですよ。周りにだから当然ね、その寝台方面導入する店舗がこうたくさんある中で、朝じゃあ今日まして月曜日ですから、どのぐらいじゃあ来るのかなと思っておったらですね、70人ぐらいやっぱもう朝抽選いたんですよね。やっぱり皆さんよく分かっていらっしゃるという感じなんですけども、で抽選がね、また番号よろしくなくてですね、59番ね、何が取れるのという感じで、もう選んでる余裕はもう当然なかったわけです。で、まあ店の中入って空いてるとことりあえず押さえようと思ったら、もうアイムジャグラーのあのボックスと、あとだからそのガールズとかマイジャグラーとか、クラシックか、あのボックスももう満択ということで、あ、これジャグラー取れねえやと思って ATRT 方面、あのニュースロの増設された方に行ってみたら、ハッピーの2がコロッとまだ2台空いてたんですよ。で慌ててまあその1台を今キープしたところなんですけども、まあそんな感じですんで、まあ、慌ててもしょうがないんでね、順繰りやっていこうじゃないかと、まあ、思うんですけども、まあまあ新年度ね、一発目の実践というところで、まあここね2回ぐらい非常にいい流れで来てますんで、まあその流れを受けてですね、でハッピー2、そうね、出す東条店に限って言うならば、他のジャグラーはまあ軒並みどれも形にした経緯があると思うんですよ。なんですけど、ハッピー2に限ってはね、いまいち今日ここに至るまで結果出せてないっていうのがありますんで、まあという意味ではまあちょうどいい機会かなという感じですよね。まあ、できればだからもうハッピー1台で決着つけちゃえるような1日改め半日にできればというところでございます。まあ何はともあれですね、新年度一発目の脱出東十条店での収録実践、早速実践の方行ってまいります。危うくですね、台が取れないっていうね状況でした。で、まあ、いつも打ってるっていうか、2ボックスあるメインの方のジャグラーじゃなしに20ストローが増設されたんですよね。まあ、以前にご紹介したと思いますけども、でそっちに移動になってきたハッピー2がどうにか2台空いてましてですね、1台取れました。いや、危なかった。でただね、俺もう何年通ってんだ、丸2年以上はもう来てんのかなっていう状況で、ね、今日初めて気づいたというか、気づかされたことがあります。ナンバーランプの色とかにね、あね、よかったです。2000円、はいはい、レギュラーナンバーランプがね、緑色だったり赤だったりするようなんですよ。今日とかもだから、アイムジャグラー広島とか、あとクラシックとかが赤かったりするんだよね。で、あとまあ緑とか、あと黄色とかっていうのもあるんですけど、
まあ、あのどうやらそういうことみたいでね。だからちらってこの隣のアラジンがね赤かったり、あと遠巻きに見えるあのビンゴがまたこれも赤かったり、その隣の窓巻きが緑だったりとかねするわけですよ。おい、なんで今までこんな何年も変えててそれに気づかなかったんだと。いや、よく来る人にですね、朝っていうことだよっていうのを言われて、えっていうねそうだったんだ。しかし俺も大概だな。もう普通気づくよね、こんだけ通ってればまあ、この際毎日っていうか、もうこのとこもう毎回朝から満タクスタートみたいな感じなんで、もうだいよね、そんなじっくりね選んでる余裕なんてなかったりするんで、じゃあそれ知ったところで、じゃあそこまでこう大きく影響してくるのかという話なんですけど、ただまあ一つそのじゃあ何打とうかってまあ一応考えてはいるんで、じゃあガールズなのか、まあ、前回とかちょっと色気出してマイジャグとかちょっと打ちましたけどっていう、だから今日あれとこれとじゃあどっちにしようかなとかって迷った時の一つの基準にはなるよね。あ、じゃあ赤、こっち赤だからまあこっち行っとこうかと、うん、みたいな。まあでもいいこと聞きました、ね、次から大いに参考にさせてもらおうと思います。いや、だからこれだからアラジンとか朝から全部埋まったりするわけでしょ。ビンゴはまだ開いてるけど、でちなみにこうハッピー2は緑なんですけど、ジャグラはね緑未満はないです、うん、見たところっていうか、うん、緑か赤っていう状況なんで、他の島見るとね黄色とかもあるんですよ。だからまあそこは、うん、やっぱりそういうことですよ、うん、みんな一発目が早い。5台中もう4台当たってますんでね。あとはもうビッグ1レギュラー1みたいな感じ。ただこのハッピー2はね本当ジャグラーシリーズの中でも、うん、かなり難しいと思ってます。なんかすごいね、あの荒々しいちょっと動きをすることがよくありますんで、ね、朝全然ダメだったのに気がついたら夕方ぐらいになったらもうね逆にとんでもないことになったりとか、そうかと思えばもうものすごいロケットスタートで、 あれはもう間違いないなと思ってたような台があれっていう感じになっちゃったりとか、とね、あの油断大敵な、うん、どんな状況でもね大だと思います。ほらもう一番遅かった台で118ゲーム朝、これで全部はもう当たった5台。ただ今日なんかね本当、まあ、東京都なんで、まあ、ミリオンゴッドの、ね、凱旋の、ね、初日なわけですよ。で大方まあやっぱそっちの方にね朝から抽選から行く人なんかは流れるだろうと思ってて、で今日まあ月曜日だし、うん、今日はさすがにそこまで並ばないんじゃないかと
思ってたんですけども、やっぱりね、ひとえに継続は力なりということなんだと思います。うん、全然普通に漫才から始まっちゃうからね。まあでも、まあやっぱお客さんも、まあ、皆さんさすがですよ。で、まあ今日もね、結構な、だからまあ、うん、感じになってると思うんですよね。で、うん、まあ夕方ぐらいになれば、あ、なるほどと、あ、今日も素敵でしたねっていう、まあいつものことですんでね。で、うん、まあこの雑誌が修道展、まあ本当その、まあ月並みな言い方だけど、まあ有料店だと思うわけで、で、まあやっぱそのジャグラーのとりわけ状況っていう部分に関してはね、まあ都内でも本当有数も有数の感じだと思うんですよね。で、まあ逆になんでじゃあ そこまでできるのかってやっぱ考えた時に、やっぱ一つその、まあ、圧倒的にその機械代、機械コストっていうところが圧縮できてると。やっぱそのジャグラーでバチってこうメインを固めることで、そこやっぱね、機械代もだから逆にそのジャグラーの芝もかかってないに等しいような状況ですんで、だからその分をこうやっぱ出玉に還元するっていう、素晴らしいことだと思いますよ。うん、大体ね、そのパチンコ屋さんのランニングコストってこう内訳出すと、まあ本当、うん、機械代ってやっぱ1、2を争うまあ、コストになってくるわけですよね。でそこをまあもう嘘と比べてね、もう、まあ、もちろんゼロとは言わないですよ。寝台方面もね、ATR 出来とかも多少入りますんで、ゼロとは言わないけど、ただまあメインのジャグラーがまあこのこう一切動かさずにね、まあ、これだけ支持を得ているという部分ではもうね、まあ、ある意味だから理想的だと思いますよ。まあ、本当機械さえ買わなければお店の負担でこうね、一気にはこう下がりますんで、という意味ではだからある意味機械代を抑えて出玉に還元して、でそれでなおかつきっちりね、お客さんの心を掴んでるという意味ではだから、うん、まあ、うん、理想的なお店なんじゃないのかなと思いますよ。まあ、都内ですから、ね、ちょっと足を伸ばせば、ね、近隣に大手チェーン店がいっぱいあるっていう中で、うん、いや、ある意味ではもう本当感動的な営業されてると思います。うん、という意味では、ね、だから今日なんか特にだから、おお、もうこれが当たりであってくれることをもう祈るばかりなんだけど、おお、しました、全部で、5000円ね。